それでは第3部パネルディスカッション、科学技術イノベーション政策における各ステークホルダーの役割と相互連携の強化を開始いたします。それではパネリストの皆様をお名前ご自由にでご紹介をさせていただきます。独立行政法人日本学術振興会安西雄一郎理事長、東京大学大学院理学科理学系研究科長理学部長五ノ上誠教授、衆議院議員自由民主党科学技術イノベーション戦略調査会都会久室会長、株式会社経営競争基盤富山和彦 CEO、 株式会社東芝西田篤俊相談役、総合科学技術イノベーション会議原山裕子議員、文部科学省文部科学審議官土屋貞之、そして司会コーディネーターを務めますのが文部科学大臣補佐官鈴木博史でございます。それではここからの進行は鈴木大臣補佐官にお願いしたいと思います。それではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、鈴木でございます。それでは早速第3部のパネルディスカッションを始めさせていただきたいと思います。もう皆さんご案内の通り、もう本当に日本のそうそうたる皆様方にこうやって一堂に会していただいたというか、本当に嬉しく思いますし、すごいなというふうに思っています。ただ一方でですね、もう18時20分に終わらなければいけませんので、もう時間が全然ないということと、それからまあこの今日テーマにしております科学技術イノベーション、もう本当に語る6点がですね、あまりにも多すぎますので、まあなかなかもうこの時間の中では収束をすることは私の能力では不可能ということをあらかじめお詫びをさせていただいてですね、そして始めたいというふうに思いますが、まあ、今日は大きく申し上げますと2点のことに絞ってですね、まあ、この2点でもいろいろ大きな話なんですが、議論をさせていただきたいと思います。一つはですね、やはり人材の話、第1部でもお三方の基礎講演の方に進めてみられたと思いますけれども、どうやって、まあ、結局科学技術イノベーションやるのは、まあ、やはり若手人材の中心となっています。まあ、応援団あるいはいろんな枠組みはですね、作っていかなきゃいけませんけれども、そういった若手人材をどうやって、まあ、確保育成、そして活躍してもらうか、まあ、こういったことについて、そして後半はですね、まあ、オープンイノベーションというのは、まあ、非常に大事なキーワードでこの、まあ、数年間、まあ、非常にいろんなところで使われているわけなんですが、とはいえ現場を見ますとですね、もちろん分野にもよります。オープンイノベーションが相当進んでいる分野と、一方で私はライフサイエンスを最近はいろいろやってますけども、やっぱりなかなか特許の問題とかですね、まあ、これも人材の流動性と非常にフラフラの関係ありますけれども、オープンイノベーションとはいえ現場はなかなかまあ、ただオープンイノベーションやっていかなきゃいけない、まあ、こういうこのいかにオープンイノベーションシステムを、しかもその学術研究からこの出口までどういうふうにしていくのか、まあ、この辺りに絞ってといって全然絞ってないんですけども、議論を、まあ、始めさせていただければなというふうに思って、おります。それではですね、早速パネリストの方々をご紹介申し上げたいと思います。今日は、大変恐縮ございますが、いずれも3付けで、お呼びさせていただくことをお許しいただければと思います。それではまずですね、パネリストの皆様方から、まあ、この文部科学省あるいは国の学術イノベーション政策に対する、まあ、期待、あるいは注文あるいはご指導、何でも結構でございますので、そのあたりをご分析
まず渡海育三郎、先ほどお話しご紹介ありました科学技術イノベーション戦略調査会長、ぜひよろしくお願いします。こんにちは、ご紹介いただきました渡海でございますが、現在自由民主党の科学技術、戦略推進イノベーション推進調査会ですね、最近また名前が変わったみたいですが会長をやらせていただいて、平たく言いますと科学技術政策の取りまとめを総合的にやらせていただいている、調査会が我が調査会でありまして、さまざまな部会がご案内で自民党にはあるわけでございますけれども、各部会からのさまざまな情報もですね、ここで一括審議をさせていただく、あえてカウンターは内閣府の総合科学技術会議、またここの事務局がカウンターになるということでございます。そういう中で、今私自身の自己紹介といいましても科学技術趣味みたいなものでございまして、今まで4回政府に入っておりますが、科学技術政務次官、そしてその後は科学技術庁総括政務次官、また文部科学副大臣、この時も科学技術担当、そして最後は文部科学大臣ということで、政府に4回入らせていただきます。いずれも科学技術が関係をいたしております。簡単に言いますと、この科学技術というのはこれから日本が生きていく上で、重要かつ、これしかないというある意味の成長戦略でありまして、そういう認識に加えてですね、もう一点相手をしていただきますと、半分は趣味でもありまして、私は理科系といいましても建築が、今日は白井さんがさっき来ておられましたが、私自身、早稲田理工学建築学科を卒業いたしまして、設計住所、設計をしていた人間でございます。ただ、頭の中はどちらかというとアナログじゃなくてデジタルだな、そんなふうに思っておりまして、こんな興味からもやらせていただいております。余分なことがなくなりましたが、そういう中で、そうですね、時間がないということでありますから、後ろに出ているように、我々2年ちょっと前に政権に復帰をいたしまして、それから当時は塩谷調査会長でございましたが、2つの提言をやらせていただいています。そのうちの1つが、この提言でございまして、司令塔機能というものを高めなければいけないという議論をやらせていただきました。これは私が小委員長としてやらせていただいたのでございますけれども、視点としては官邸のリーダーシップを発揮するために導入にするか、また総合科学技術会議、早山先生、今日ご指摘でございますが、機能強化することによって司令塔を強化していくと、こういう中から下に書いてありますように、措置すべき手段、組織の整備ということで、科学技術顧問の設置という提案をさせていただいて、ただこれはまだ議論中でございまして、実現をいたしておりません。ご案内の方もたくさんいらっしゃると思いますが、アメリカにはトルトレンという大統領補佐官がいらっしゃいます。またイギリスが今ゴルフォーと変わったんですね、いらっしゃいます。そういう方々についで話ができるといいますか、そういうポストを日本でも作った方がいいんじゃないかと、あえて言うならば、ポリシーフォーサイエンスという考え方をするのが総合科学技術会議であるとするならば、サイエンスフォーポリシー、要は政策全体を端的に見ていただくという、こういう役割を我々は作ろうと思いましたが、今まだこれは途上であります。しかし2番目 の総合科学技術会議の機能強化ということにつきましては、まだまだ不足ではありますけれども、準備体制を強化するとか、会議自身も実は今日の話題でもいっぱい出てました、産業界からの参加を1人増やして、これは学会といいますかね、学を1人減らすという、そういうことを、行いました。これは我々が行ったという総理のリーダーシップだったので、次に書いてください。でもう一つやったことが、これは小坂健二小委員長のことでやった、バッグの研究開発力の強化に関する提言ということでありまして、限られた時間でありますから、いちいち読み上げはいたしませんけれども、この中でですね、実は我々は研究開発力強化法という研究法を持っておりますが、これの改正をやる、そして、また5番目にあります世界最高水準の法人運用を可能とする制度を作るというふうな、
改正をやらせていただきました。このことで一つは特許改革という中で研究開発法人という新たなグループを作って、これを通則の中ではありますけれども強化をしてやりやすくしたということ、もう一点はまだ実現をいたしておりませんが、特定研究開発法人、法律は用意いたしております。若干、あることがありまして、皆さんご存じだと思いますが遅れておりますけれども、できれば、この国会でも法律を出して、もう名前も出てます、理化研究所とそして産業産総研ですね、この2つをスーパーエージェンシーとしてより自由により世界と競争できる、そんな法人として生まれ変わらそうというのが、この特定研究開発法人というものの、提言で、ございます。加えて、これはもう5分経ちましたからね、今党内ではこの経済好循環実現委員会における検討というのが行われておりまして、我々調査会からはここに書いてある必要な、オープンイノベーションの問題であるとか、その先ほどもありました基幹技術の問題、それからやはり地方創生の観点からどのように地域発のイノベーションを起こしていくか、またこれもありました大学改革、そして、ドイツがやってますね、第産業革命と言われるようなこういった問題、そしてまた2020年のオリンピック・パラリンピックに向けて、この時に、日本の力を世界に発信をする、そのことによって世界から人材を、呼び込む、また投資を呼び込む、こういったことも提案をさせて、いただいている、ところであります。そして最後に書いてありますのが、今日も出ておりました第5次科学技術協議計画に向けて、これから議論を進めていくということで、今CSTI 内山先生のところで議論をしていただいておるわけでありますが、それと並行して党内の我々の提言というものを求めさせていただく作業を、これも小委員会を作って今議論をスタートしたところでございます。この中で今までやったのは、これは小山先生においでいただいたんですが、人材育成という点、また大学の改革の点、こういった点について今議論をさせていただいておるところであります。いずれにいたしましても、結論から言いますと、私は文部科学省、中野議員長が一緒になって省庁を採用した一番大きな意味は、高等教育局と研究産業が今日もそうでありますが一緒になった、一つの屋根の下に集まったということでありまして、そういった意味では、これからしっかりと中心的な役割を果たしていただいてですね、これからも頑張っていかなければいけない、そんなふうに思っています。力仕事は我々がやります。例えば予算管理とかですね、そういったことも含めてしっかりとやっていきたいというふうに思っております、時間が限られていますから以上で、当面自己紹介を兼ねて我々の活動についてご報告させていただきます。はい、どうもありがとうございました。それではですね、続きまして安西議長、よろしくお願いします。安西でございます。文部科学省の科学技術イノベーション政策に期待をし、またお願いもさせていただければと思ってやってまいりました。やはり学術研究をぜひ重視していただきたい。でこの学術研究についての見方としてですね、学術研究っていうのは雲の上でやっていて、役に立たないという見方はもう卒業をした方がいいんじゃないか。これはオープンイノベーションの時代に多様な学術研究の目が産業界と直結するっていうことは可能性が非常にやはり世界では高まっているわけで、企業の方もそういう目をいつも探しておられるわけなんですね。でむしろそのプラットフォームをきちっと作って、データプラットフォームを作っていくということが大事なんじゃないかというふうに思っておりますし、学術研究っていうのは、やはり研究者が自分の発想でもって
自分の本当にやりたいことを追求していくのが学術研究であって、これは別に基礎研究だろうと開発研究だろうと、あるいは生産工程を改良するということだろうと、これは学術研究ということは十分あり得るわけでございます。そういった目でご覧いただいたときに、このグラフというのはおととい手に入れたのでありますけど、中国ですね、中国 の、 時間がないので大雑把に申し上げますけれども、国家自然科学基金と申しますのは National Natural Science Foundation of China、私どもの JSPS のカウンターパート、中国のいわばカウンターパートでございまして、今申し上げたような意味での学術研究を支えている国家機関でございます。そこの予算がこのように茶色いところはそうなんですけれども、急速に増えているというのは、これはやはり注目すべきことであろうかと。中国はもちろん全体の科学技術の R&D の予算が急速に伸びているわけでございますけれども、そことその、今私が申し上げた意味での学術研究がオープンイノベーションの世界で直結してくるようになると、これはやはり中国にジャパンは抜かれていくだろうなというふうに思います。これはもう一つやっぱおととい手に入ったんですけれども、大学において、やはり学術研究基礎研究の研究費の割合が増えてきてるんですね、中国では。でこれは必ずしもその大学でただ役に立たないことをやってればいいという問題ではございません。やはりしっかりした基礎的な学術的な研究を中国の大学が本格的にやって、それに産業界がつながっていくように、中国もつながっているわけですけれども、そうなっていった時には相当大きなライバルになるというふうに考えられます。これはやはりオープンイノベーションの世界だからこそ言えるというふうに思います。もう一つは研究者の問題でございますけれども、日本の研究者がポストの問題がございまして、どうしても国内でもってもいいんじゃないか、国内でもって十分研究ができる環境もできてきているから外に出ないでいいのではないかっていう、そういう感覚を持っている方が増えてきているような気がしますし、大学も忙しいのでなかなか外に出られないんですね、長いこと。でこれは何かと言いますと、37歳以下の日本の研究者が海外に常駐して研究をやりたいと思っているかどうかのグラフでございまして、6割の37歳以下の研究者は実は海外で研究したいと思っているということであります。またじゃあ海外でおける研究勤務の経験があるかというと、これは36から44歳囲ってありますけれども、いわば全世代の研究者について実はほとんど研究経験がないんですね。国際会議に行くことはあっても、海外に常駐して研究した経験がないという、そういうデータがございます。今申し上げたことはですね、これからそれこそオープンイノベーションの世界に人材育成も含めて、これからやっぱり世界でもって研究、サッカーだって音楽だって芸術だってスポーツだってみんなそうですけれども、トップレベルの若手あるいは中堅どころのバリバリの研究者が世界 の一流の研究者と切り結んでもらわないと、これからのイノベーションというのは出てこないんじゃないかということを危惧しておりまして、学進も科学研究費を扱っておりますけれども、来年度の科学研究費の予算ではその、国際共同研究の科研費、これをセットしていく予定でございます。そういうことも含めて、これからの時代 の研究人材育成の在り方が世界に広がる日だということも申し上げておきたいというふうに思います。他にもいくつかございました。もう一つだけ一分で申し上げますけれども、学術研究はこれはもう隅っこでやってるものではなくて、学術はもう国際競争の時代に入っております。中国のこともそうでございますけれども、学術研究というのは国際競争の時代であり、また学術研究が外交に資する、そういう時代になっておりまして、これはグローバルリサーチカウンセルと申しまして、JST さんもそうですけれども、そういった研究を支援する機関のその
世界のカウンセルがございます。これが今度の5月の末に東京で開催されることになっておりますけれども、その参加機関というのがここに出しておりますように、本当に世界中に渡っております。こういったところと、それとして外交あるいは国際競争を展開しながらやっていくのがこれからの学術研究の在り方だということであります。以上、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。それでは引き続きまして東芝相談役の西田様に質問をお願いいたします。東芝相談役と紹介をいただきましたけれども、本日は産業競争力本団会 COCN の代表幹事として出席させていただいておりますのでですね、東芝の相談役として勝手な意見ではなくて COCN の意見を反映した形でお話をさせていただきたいと思います。ご案内の通り、政府はもちろん産業界におきましても次の第5期科学技術基本計画に向けましたさまざまな検討がなされておりまして、COCN だけではなくて、多分経団連からの案も提言書が公開または公開される予定になっています。国の科学技術イノベーション政策に関する思いをこうした提言書の中に我々は込めるわけでございますけれども、ここでは COCN の提言につきまして、国と皆さんに紹介させていただきます。このスライドは COCN が提言しました第5期基本計画への提言に関する構成とポイントを示したものです。概略3つの章で示されているわけなんですが、丸1が主たる論点でございますイノベーション創出の環境と基盤に関わる政策、2つ目がイノベーション政策の司令塔のとしての役割、3番目が産官学の連携の在り方ということになっております。まずちょっと少し余談になりますけれども、安倍政権下の成長戦略の下で府省横断的に研究開発を進める SIP のようなプロジェクトが生まれました。ちょっと宣伝になりますけれども、イノベーションは産業界が担っていかなければならないものだともちろん考えておりますけれども、この SIP の10個のテーマの中の7つにつきましては COCN が個別のプロジェクトとして取り上げたものでもございまして、また5人の PD は COCN のプロジェクトリーダーを務めていた方々が任命されております。単年度予算主義を日本国全体の予算というのは取っているわけなんでございますけれども、この単年度主義という観点から見てみますと、なかなか成長戦略のような長い期間にわたるものには対応しにくい中でですね、この5年という期間をカバーする科学技術基本計画が持つ利点というものは多大なものがあるだろうと思います。従いまして、この利点を生かして政権が変わっても継続していくような、この SIP のような府省横断的なプロジェクトや施策、そしてその仕組み作りが大変重要なのではないかと考えております。政府の方はやっぱり先ほども何度か話が出ておりますけれども、未来を見据えた上でのグローバルなベンチマークをですね、徹底的に実施するということが非常に大事なんじゃないかと思います。ベンチマークというのはどこでももちろんやってるといえばやってるんですけれども、やっぱり将来に向けたベンチマークというのが、これは産業界がやってることでしてですね、現在のベンチマークをするのはこれはもう当然当たり前のこと、将来に向けたベンチマークをどれだけ相手の国々に甘くですね、自分の国に、つまり日本に厳しく実行できるかと、こういうことがやっぱりベンチマークにとっては極めて重要なんだと思うんです。でそうしないとベンチマークが自分たちにとって甘くなると、どんだけ今遅れてても3年後や5年後にはすぐ追いついてしまうという計画が出てきますからですね、実際にはこれがほとんど実行不可能で5年経っても状況は変わらないと
いうことになる場合が多いと思います。まあ、そういうグローバルな将来を見据えたベンチマークを徹底的にやった上でですね、世界を主導する社会や産業政策の明確なビジョンを提示すると、まあ、それと同時にその基盤となります革新的な基礎技術の開発や基礎研究から事業化への橋渡し機能を担う人材の流動化、まあ、さらには大規模なイノベーションプロジェクトを推進してですね、さまざまなこれまでも話に出てますような資源環境エネルギーをはじめとしたさまざまな府省横断的国家プロジェクトを重点的に支援していただいていただければというふうに思っております。それから続いて文部科学省が果たすべき役割ということですけれども、もうご覧のとおりこのチャートでは文科省がのミッションが数多く含まれています。第一は教育改革でありまして、第二かつまた大学改革といわれています産業界が求める人材の素養というのはまず一番目に自ら課題を設定解決する力がある。二番目に専門的分野の基礎基盤的な知識を持っているということ、三番目にいくつかの技術を融合して価値を高めるシステム化の能力を持っているということであります。またこれまでの科学技術基本計画ではもっぱら研究人材の育成に力点が置かれていた印象がございますけれども、産業界としましては研究者のみならず設計、生産、サービスなどの多様な仕事に取り組む技術者や技能者を安定して育成するための政策を強く希望し、それを主管される文部省に期待をしております。またこのチャートの3番目に示しております産官学の連携のあり方につきましては、学術的基礎的研究の重要性を我々も大変、まあ、強く認識しておりまして、知の創出力や人材育成を支える学術研究の重要さというものも大変よく分かっているんでございますけれどもですね、まあ、産業界としましては、まあ、あえて偏見を顧みずに言わせていただきますと、まあ、産業界でいういわゆる基礎研究を掘り下げていく過程でですね、学術研究につながるような取り組みをもっともっと進めていっていただきたいと思います。つまり基礎研究により重点を置いていただきたいということでございます。まあ、これは先ほど安西先生の方からもお話が出ました。まあ、こうした基礎的学術的研究を推進するのは文部科学省であるわけでございますから、その政策力指導力に大変期待していることは今でもございません。大学、国研の研究におけるイノベーション推進におきまして、基礎的な研究をスタートするときから産業界の地を入れ、実用化の段階まで大学、国研の研究所も一緒に参加する仕込みが重要ではないかと考えます。まあ、これにつきましては後ほどです、テーマになっておりますので、もっともっと詳しくお話をさせていただきたいと思っています。以上でございます。はい、どうもありがとうございました。それでは富山さんお願いいたします。富山でございます。私は一応立場的には西田大先輩の後をですね、経済界については今経済部門の副代表幹事もやっておるんですが、ですので、まあ、今内田大先輩のプロジェクトとかちょっと、まあ、割愛させていただいてちょっと絞り込んだ話をしたいと思っております。で今の議論の中でいうと特に産官学の連携のとりわけ人に絡むところにちょっと集中して議論したいんですが、ここが一番オープンイノベーションに関わるところですので、まあ、壁を破壊するという、まあ、ちょっと話をして話をしていただきます。でこれ実はこうなればですね10年近く前に、今、ね、産業革新以降ってのができてますから、それのグランドデザインを書くときに、当時、私が財務省の文化財なのが始まった議論なんですが、その時に作った絵です。で、実はこれをいろいろ文化にされたのが、
政府のあちこちでいまだに使っていただいているんですが、今まで使えるということはいまだにこの議論が有効性を持っているということは、このままでないことでありまして、要はオープンイノベーションを超えていくのにいろんな谷間があって、そこはなかなかそれを超えるエコシステムができてませんねっていう、話でですね、そのエコシステムを関するための、一つの、ある領域について、これにレーダーステージですけど、そこに何か国の内容が当たっていいんじゃないかなということで、産業と執行というようになったんですが、いまだにいろいろこうエロンの実はまだ足りなくて、でそういった意味でこれをどう埋めていくかっていう議論がすごくいまだに有効性を持っております。これは今すでに安倍先生や西田さんが先行してきたところです。で問題はじゃあその中で何が一番大変そうかということでなんですが、私自身実際現場で感じて、うちの会社もいろいろやってるんですが、下に出てますけど、コロナのマスク券というようなことをやってるんで、いろんなことをやってるもんですから、実体験として感じているところなんですけれども、要は実はやっぱり人の壁が結構大きいかなというのが正直なところです。それでこれいろんな国ではかかるんですね。当たり前なオープンイノベーションですから、産学関係はわけだけじゃなくて、同じ産でもですね、大企業もあればベンチャー企業もいます。あと金融関係の人もいれば技術系の人もいますし、これは伊佐さんの場合でしたけど、その単なる純粋な科学者だけじゃなくて、技術、技能、いろんな人たちが必要になるわけです。でこれはいろんな形でダイナミックにこう運動をしていかないとですね、なかなかオープンイノベーションの現実に起きないわけですが、現状、例えば流動性の問題一つとっても、このそれぞれの組織、あるいは産学官の壁もありますし、産の壁もありますし、学の壁もいっぱいあるわけで、そこでダイナミックに人が動かないわけです。で、その結果として、そのイノベーションの大変さが起きないというのは、やっぱり非常に大きな、通底的な問題が出てきてしまう。ちなみに私自身、こういう世界に、ある意味で一番肌身で関わったのは、90年から92年、イスタンブール大学に留学してまして、で、要は、インターネットの前夜ですね、大革命を起きる前夜にスタンボールになりました。でちなみにジョブズと結婚したロレンちゃんというのは私 の, ビジネスの時の同級生なんですけども、当時 の, ジョブズが要は挫折のどん底に出していただきましてですね、要は会社をバッとクビになって、割と暇だったものですから、しょっちゅうレクチャーなんでしゃべりですから、そこでロレンと知り合ったんですが、要はそこからもう影も私もなかったヤフーが登場し、ネットスケールが登場し、グーグルが登場し、アップルが大変そうです。ただ、それって、ただ実はこういう気をつけなきゃいけないのは、その最後のところから見るんですが、その前史があるんですね、話も。要は、それこそSRI とかいろんな、基礎研究、スタンド大学、ヤス大学が絡んだ、長い基礎研究の前史になってた、私が絡んでおりますが、そういった歴史の上にこれが最後出てくるんですが、そういった意味で、冒頭、アンデス先生が言われた話は全くその通りで、私にそれを体感したものですから、要はエコシステムとしてこういうことを大事だなと。でそういう意味で言うと、このイノベーションの話もですね、この政府として現状それが話も機能してないとすればですね、そこにどういう働きかけができるのかということになります。でその時にいろいろありますが、これだったと思いますけれども、こういうオープンイノベーションの領域をですね、4証言でちょっとこれ定義しているんですが、実は右上なんですね、これから面白いのに人間が強いのは、要は資本集約度も高くて、かつ集約度も高い、この領域がおそらくこれはもう今日スピーカーの広木大志さんや東芝さん含めて日本のメーカーが強い領域です。で日本の持っている技術すごく生きる領域で、むしろ今回インターネット革命で AI日本の会社が得意じゃない領域になっちゃったんですが、これから起きる領域、これからむしろ注目される領域は、実は日本の産業界が本来力を持ってますし、あるいは日本の研究機関も力を持っている領域です。で実はすごくいい感じになってきてるんですが、ただこれが従来型の落としたイノベーションだと、おそらくオープンイノベーションの勝負になると思うので、この世界で今回は、外さずにですね、ちゃんとオープンイノベーションのエコシステムを作って構えておくことが、この国の将来の、経済成長、産業成長を非常に規定する、今、すごく分岐点に来ていると思うので、とても今、大事な時期だと思っています。そういった意味で、今という方向を定めても全部賛成ですので、問題はどうやって加速して実行できるかというのがリアルな一種になりまして、そこで多分、おそらく最後、引っかかるのは人のところだろうなと思っています。うん、それでここでも書いてありますが、すごくやっぱり鍵になるのはですね、その特に人の、流動性のところでありまして、要はこの壁を乗り越える、これはインスティテューショナルに壁を乗り越えさせるように背中を押すということもありますが、結局ゴールはですね、こういったイノベーションになった人はやっぱり子が立っている、インディペンデントで、要は世界で戦うタイプの人がたくさん必要になるわけで、で要は現状、なかなかこういう人が日本の社会から出てくるので、これをどうたくさん使
ことが鍵だと思います。で今コストの問題とかいろいろ言われてますけれども、例えばあの問題の一つの背景というのは、残念ながら日本においてその PhD を取ったような人間がですね、その非常に世の中に非常に高い社会的地位のプロフェッショナルとして必ずしも認知されていないんですね。でこれやっぱりもっとまあ、世界に通用するような会社としている人ですから、もっとやっぱり地位が上がっていく。で地位が上がれば当然のことながらいろんなところに移動しやすくなります。でそういった意味でそういうポジションをどういうふうにちゃんと作っていけるかというのがすごく大事なものですね。でアメリカのモデルはすごく労働市場が発達してますので、ある意味市場に委ねているわけですけども、日本の場合そういう状況じゃありませんので、これかなり政策的にいろんなことをやっているべきなんじゃなかろうかという気がしております。でやっぱりイノベーションをリードするっていうのは、優れてやっぱり効果を取らなきゃいけないし、やっぱりなんつうのかな、かなり自発的ないろんな動き方をしなきゃいけないし、かついろんなこう世界を超えて行ったり来たりするような人間じゃないと、そういう人間が全員そうである必要はないんですが、そういった人間は結局いろんなオープンイノベーションのこうつなぎをやっていきますので、そういった人がサイエンティスト、あるいはですね、プログラムマネージャー的ないろんな立場で活躍するということが私は期待されているような気がしています。でということで、まあ、いろんな壁があるんですが、従来のイノベーションの議論の中では、日本にはベンチャーキャピタルがないといけないという議論があって、従来ベンチャーキャピタルみたいなのを作ったんですね。で実はですね、日本はベンチャービジネスの人にとって一番お金が集まりやすい国になっています。シリコンバレーでクライアントに金を出してもらえる人結構日本に来るんですよ。僕は厳しいですよ、お金に関しては。でむしろ今、金の壁より私はこの人の壁と、それから国の壁ですね。これをどういうふうに超えていくのかっていうのが私はチャレンジだと思います。で今後の、まあ、イノベーション政策の中で、ぜひこの人の壁と国の壁をどう超えていくかというところにフォーカスされていただけると嬉しいなと思います。以上です。はい、どうもありがとうございました。野上さん、そして原山さんは先ほどプレゼンテーションいただきましたので、ちょっと申し訳ございませんが、本題に早速入らさせていただきたいと思います。それではですね、1つ目 の人材システムということなんですけれども、まずはですね、若手に絞ったところでですね、お話を進めていきたいというふうに思いますが、先ほど第1部のプレゼンテーションでもですね、RUN におきましても、あるいは東京大学におきましてもですね、修士課程から博士課程に進む人材の比率が、急速に落ちているというお話が、この番組さんからもありました。だから今、福山さんもまさしくですね、きちっとレスペクトされるプロフェッショナル、こういうことが、プロフェッサーというお話がございましたが、西田さんにお伺いしたいと思いますが、先ほど COCA の代表ということで今日お話しいただいたということなので、安心して伺えるんですけど、東芝は非常に汗に温かい会社なので、もうやってますって言われそうだったんですけど、日本会社全体としてですね、この問題にですね、どういうふうに考えていただいたのかあたりからお話をいただければと思います。博士人材の育成確保ですね、それから社会の多様な場で活躍促進を、図っていくということなんですけれども、博士人材につきましては産業界から見てみますと2つのタイプがあるのではないかと。1つ目は深い専門性を備えた特定分野の権威とあるそういう人材、2つ目は課題の設定から分析解決に至る方法論をですね、習得していると。そして企業において、分野統合や融合によります価値創造をリードできるというような人材、こういうアイデアを2つにまた分けてみますとですね、最初の方の人材につきましては、事業再編などにがございますのでですね、特定企業では必ずしも成果を上げにくくなるというようなケースも出てくると、産業界がありましてですね、ある特定の分野では権威ではあるけれどもですね、それから大学、国権、企業間の、この話も出ましたけれども、クロスアポイント制などの人材流動性を拡大することによって持続的な活躍の場を、提供することができる。ただこのクロスアポイント制なんですけども、国権とですね、それから大学につきましてはね、これは
結構制度としては整ってきているのではないかと思うんですけれども、まあ、企業対企業ということになりましてですね、これは給与だけの問題じゃなくて、結局年金だとか退職金を組んだようなですね、この福利厚生システムという点で、が非常に問題になってくるわけですね。でここのところが実は整理されてないものですからですね、まあ、給与だけでもポッと決まればそれでいいんですが、この社会福利厚生のところですね、ここのところをきちんとやっていただきますと、もっともっとポータビリティ性が出てくるとああいうことになるんじゃないかと思います。2つ目の人材につきましては、これは実際にはほとんどいないとと言ってもいいかと思うんですけども、我々はですね、まあ、企業で市場につながる現場を経験して育成していかなければならないのではないかというふうに考えています。また SIP あるいはインパクトですね、まあ、公認に見られるような PD あるいは PM というふうに相当する、まあ、人材でもありますからですね、イノベーション創出の推進力として、国としても、まあ、こういう人材はやっぱり今後もっともっと育成していかなきゃいけませんし、また先ほどからの話も出てます産官学のにまたがるような流動性を促す仕組みも、このクロスアポイント制以外にですね、何か見つかれば、それもぜひやっていただければというふうに思います。以上でよろしいでしょうか。何かありましたらまたお話しします。はい、ありがとうございます。それでは友上さん、まあ、今の西田さんの話も受けてですね、まあ、博士人材が無から有を作った新しい産業を、まあ、構造を変えながら作っていく、あるいはバリューをクリエイトするのも重要だということはみんなアグリーするわけですが、それに対して、まあ、今の西田さんの説明にあるように、大学は期待に応えていないので、つまり課題をこう設定して、あるいは課題を見つけてきて、それを解決するというトレーニングの場こそが、まあ、博士論文をまとめるという作業そのものだから、それが活用されていないということだと思います。で、その、事実は我々としても認識している中で、まあ、ここ10年ぐらいの間にやってきた博士教育改革というのは、そういう課題を見つけて解決するということと、価値の創造というのがそのつながるということですね。その先ほども学術研究と基礎研究、学術研究だけではなくて基礎研究という話ですが、それは相反するものではなくて本来つながるべきものであるというふうに私は思っています。でそれをいかにその大学のシステムの中に好循環させて実装していくかということが、まあ、ずっと私たちがやってきた課題であった。で一つ、まあ、最近イノベーション拠点事業とかで実際に動かしてみて分かってきたことは、やはりその大学と産業界が本当の意味でオーバーラップして活動するという場が今までできていなかったと。その儀礼的なお付き合いの産学研究はたくさんあるんですが、まあ、それもから出てくる共同研究の成果である知財が本当に会社で活用されているかというと必ずしもそうではないという事実から、やっぱりそういう形になっているということを認識しておりまして、その今まで例えば基礎研会社の中の中央研究所基礎研究所でやってきたようなものをもっと大学の場を活用してやっておくことができます。でそれは例えば私の活動は基礎の理学部の物理学の先生様を中心にやってますが、そういうところにそういう課題を持ち込んでいて、若者はどう反応するかというと、それを非常にチャレンジだと思うんですね。そういうものを見せれば、ですからそういう活動をグッドプラクティスとして増やしていって、もっともっと産業界と大学がお互いに牽制し合うというような感じで思って重なりの場を作っていくということができるし、やるべきだと。でそれだけのポテンシャルは産業界と大学に双方にある。でなぜそれができると私は確信しているかというと、まあ、産業界の中でまさに今苦戦しているか連中は私たちが10年、15年前に一生懸命使った人たちであり、それ仲間なわけですね。でかなりの部分の問題を共有している。で大学のようなところはそれらよりさらに若い次の世代を担う感性を持った人たちがいるので、まあ、そういう人たちを刺激し合ってまさに未来を作る場として大学を変えていくと。でそれが阻害しているよりもいくつか例えば産学連携の、まあ、特許の実施保障の問題とかですね、そういうようなもの
制度的にはきれいに整えたんだけど、実際には覚えていないというのがいくつか分かっておりますので、まあ、そこを積極的に変えていくことで、オーバーラップを増やしていく、でそれができそうだという感触を、まあ、持っているということをお伝えしたいと思います。原山さんと富山さんに伺いたいんですけれども、まあ、今の話、まあ、お二人とも非常にいろんな他の国の例もご存じだと思うんですけれども、日本の博士がなかなか、まあ、この出口がないというか、働き場がないということが問題になっていますけど、まあ、海外ではですね、まあ、博士持ってないと、逆に言うと仕事がもらえないみたいな、非常に意味のあるんですね。このなんていうか、ギャップというのはどうなって、逆に日本にじゃあどういうふうに提案なりですね、あるいは論点なりがあれば教えていただきたいんですけど、じゃあ原山さんから。その博士の重要性というのは皆さん認識していて、だけどという問題なんですよね。で、まあ、一つ中身の方から少し議論させていただければと思うんですが、やはり まあ、海外と日本の比較の中でそもそも PhD に行く前の体験というのが、さまざまな体験をしている連中がやはりこれで極めなくてはいけないという問題意識を持ってくるのが PhD で、なんか社会人になった人が来るもあるし、ストレートの場合はかなりいろんなことを考えた人がいて、だからそういう、まあ、その前の心の準備っていうのがもうちょっとしなくちゃいけないのかなと思います。それからもう2つ目は最近も特になんですが、自分の専門性だけでも不十分というのは皆さん意識していて、その中で社会的価値は何なのか、自分が何ができるかっていうことなんですね。もちろん経済的な効果もあれば、でも社会の一員として何を変えることができるか、先ほど気象公園のところで河村さんがおっしゃっていた開発途上国に行って、まあ、現実を見ることによって自分が学んできたこれまでって何なのかっていうことを人が向けた形で専門性を高めるっていうのが結構います。ですので体験が大事だと。それから日本の場合苦しいところは、一生懸命育ってそういう人が出てきたところで、いざ就職活動になって、企業を守っていったときに、その人の話を聞いてくれるか、聞かれる前に何か言ったときに、それが潰されていないか、まあ、その辺のところを考えなくちゃいけなくて、そういうことを聞く耳も持つその組織体がこれから増えてほしいというのがあります。でもしも聞いてくれないなら飛び出して自分で箇所を起こせばいいと、そこらの気概を持っている人が欲しいとかだったんです。で企画なんですが、海外に行って大学は PhD を育てて出すまでが責任で、その後は自分の家庭で生の世界なんですね。自己責任です。誰もケアしてくれないし、そこで何をしたいかという自分がことあるものを持ってなかったらさ、生き延びないっていうのがかなりドライなことなんですけども、その辺どこまで日本としてケアするのか、もちろんする必要があるかなと思っております。はい、ありがとうございました。どうぞ。ですね、まず何て言うんでしょう、これ人づくりの問題なので、先ほど小川さん言われたような、要は博士って何なんだっていう話が根本に私はあるような気がしていて、で現実問題としてグローバルに本当に通用する、さっき の, 西田さんの提言のとおり、その1ですね、アカデミズムの中で本当に頂点までいける人って、多分 PhD と思っている人がこんな多分一部のはずなんです。だから比率逆で、そういう人の方がおそらくすごく限られているんです。要するに、テニス君のトップランカーになるかっていう戦いをやってるわけ でむしろ多くの人たちは、先ほどの西田美樹の人間に無視を、私はもう振り向いていくべきで、で例えば、まあ、よく知られているようにシリコンバレーのクライマーとかセコイア の, パートナーのほとんど PhD 持ちなんですよね。そのベンチャーキャプテンの連中のトップですよ、みんな PhD 持ち でじゃあ彼らはもともとかなりもともとそのつもりで PhD 取っていく、でそのまさに課題解決する手段として BCT を選んでいるわけなんですけども、むしろだからその PhD そもそも何なんですかっていうところ、先ほど の, その子が立つかどうかという問題も含めて、どう防げるかっていうのがやっぱり多分根っこからちゃんと、ね、見直した方がいいような気がしています。でそうすると当然 PhD に対するトレーニングプログラムも変わってきますし、でもっと言っちゃえば大学の研究室の在り方も多分変わってくるわけで、でもっとまたさらにその先に行くとですね、先ほどこれも西田さんちょっと触れられた技能教育、この問題も出てくるわけです。で、ちょっと技能教育関連で言うと、文科省で設定されている某有識者会議で、技能教育ちゃんと大学でやろうぜっていうのを出したら、これが炎上いたしまして、この資料がネット上で大炎上いたしまして、要はその、なんですね、
大学教員、そろそろ PhD まで持っているような大学教員に、大学たるところで技能教育をさせるというのは、アカデミズムに対する冒涜だなんていうのが、典型的に批判を受けましてですね、あ、そういうふうに思っている大学にいっぱいいるんだと思って、結構これは目が点だったんですが、だから裏返していっちゃうと、そのある種の幻想っていうんですかね、まだみんな全ての人に40になっても50になっても、要は石ころになれるチャンスがあるような幻想の中で、なんかひょっとすると学内社会主義的なところでですね、やってんじゃないのと、そういった人たちからすると、私言ってる話はすごく都合のある話でですね、要するに石ころになれなかった人は技能教育を教える能力を身につけなさいって言ってるんですけど、それはとんでもないことなんだと思うみたいなですね。だからそういう意味で言うと、まだ残念ながら、すごくそういう現実の意識の感覚と実際にこう対峙している、その社会が要求している PhD に対するニーズの間、すごく私は乖離があるような気がしていて、で僕はくどいようですけども、現実にその先ほど西田さんがおっしゃった2つ目の類型はものすごく世の中欲しているタイプの人間なんで、ものすごい数して欲しがっているわけです。でだとすると、そういった津波人材、まあ、PM 型人材と言ったらいいんでしょうか、むしろそっちに多くの人がもうもっと早い段階から向いてもらって、そういうふうに自己探求をしていってもらって、そういうふうに産業界なり、あるいはつなぎとして出てきてくれると、オープンイノベーションは必ず加速するはずなんで、その辺からもう一度咲いていく人がいいんじゃないかなという正直にしておきます。ちょっと安西先生からですね、そのリーディング大学、まさに PM 型第二類型人材、博士人材の養成に、まあ、スタートはしたというところだと思いますが、その様子を踏まえてちょっと出しました。博士課って、博士人材の私の定義というのは、やっぱり新しい価値を、今まで人が作ってこなかった新しい価値を、今までの知識をきちっと持ちながら新しく積み重ねることができたかということだと思うので、博士を取得したっていうことは、他のことについてもそういうことができるっていう、それの証明書だと理解しておりますが、やはり日本の場合には往々にして、その博士課程の学生を、まあ、こういう言い方はいけないかもしれませんけれども、研究あるいは論文生産の労働力として、使ってしまう傾向があるのではないか、まあ、アメリカと比べてどうかとも思いますけれども、私の知ってる、まあ、私はアメリカでおりましたけれども、知ってる限りでは、やはりスーパーバイザーのプロフェッサーが自分の履歴書の中にどういう博士の学生を育てたかっていうリストをちゃんと書く。それはその元学生が何を今やってるかっていうことですね。企業でどういうことをやってるか、あるいは起業してどういうことをやってるか、プロフェッサーになってどういうことをやってるかっていうことをそれまで書くのであって、やはり質的な内容を伴ったそのスーパーバイザーにとってのについての評価になるということでございますので、日本とやっぱりかなり違うんじゃないかと。これは博士課程教育リーディングプログラムは、実は私がこれ文科省の先から、吉田局長も言われておりましたし、何の方か言われていましたけど、私が委員長を拝命しておりまして、このプログラムをずっとやっております。でこれは目標では、数千人の博士課程の日本の学生が、狭い意味での研究者ではなくて、いろんな世界、いろんなセクターのリーダーになってもらいたい。そのためにいわばお金でサポートをして、いろんな経験を積んでもらっております。で今ずっとずらずら申し上げてきたのはですね、これはやはりいい大学もあるんですけれども、往々にして大学側が、いわばそんなことやってもドクターじゃないよっていうか、もっとちゃんと研究だけやってりゃいいんだよっていう、そういう傾向がなきにしもあらずで、それとの戦いが続いてきています。でこれは博士号取得者がもうすぐ出てきますので、彼らがどういうその仕事の得方をするかっていうことが、このプログラムの評価になっていくと思います。これで結局研究、まあ、いわゆる狭い意味での研究者になりたがるのばっかりが出てきて、それでもうフリーターがいっぱい出てくるようだと、これはもうどうしようもなくなる。長くなりましたけれども、そういう意味でこのプログラムにつきましては、ぜひご理解いただいて応援していただければというふうに思います。この方さん、その狭い意味で そのアカデミックに閉じた研究っていうのは一体何なのかっていうところが、多分
それから基礎的な研究の中で非常に産業界が欲してるなと思うことは、やはり技術としてそのある程度使えそうなんだけど、その技術が本来 どういうメカニズムになっているのかっていうのが分からないために安心して使えない。でそこをきちんと掘り下げて理解するっていうのはまさに大学 の博士教育に最適なテーマなんですね。で例えば私たちがやっているような研究ですと、光を使ってガラスと金属がくっつくっていって引っ張ってみると結構強くついてるから使えるんじゃないかっていう話ですが、どうくっついてるのか分からなければ使いようがない、危ないでしょう。でそこをきちんと分析し、その学量を明らかにすればものすごく大きな技術になって、そういうものを産業界の人たちは大学と一緒にやりたかったんですね。それを学生にテーマとして学生は先生は分からないかもしれないけど私たちだったらやってみせましょうというような感じで、やっぱり意欲を持って取り組む学生がたくさんいるんですね。そういう形でその大学にせっかく装着されている博士教育のインフラを活用していくということができるはずで、我々はそういうところを狙っている。まあ、企業の側から見ますとですね、この2つ目の、学びの場として、学び直しの場としてというのは本当に可能だということになりますと、可能だと思いますがですね、なぜかと言いますと、今お話があったことも理由の一つですが、もう一つは企業内にいてはですね、他分野のことをたくさん、もうローテーションというのはもちろん時にはあるんですけれども、たくさん多分野のことを学習する、勉強するっていう機会がやっぱりないわけですね。でそれをやっぱり大学に戻って、そして、博士課程の1年目の時にはですね、その自分が専門にして、ドクター論文を書こうとしている以外の分野もですね、ことをたくさんそこで学ぶと。でそれをベースにした上で、自分の専門的なことに集中する。それがやっぱりできるのは学び直しの場としての大学院教育じゃないかというふうに思うんですね。でやっぱり我々の企業としてもそうですけれども、朝から晩までですねイノベーションを起こそうと思って、毎日毎日同じことを考えてですね、それでできないからちょっと残業も1時間2時間でやってですね、ダメだから土曜日に来て、こういう働きすぎの頭からは、まあ、とにかくイノベーションというのは生まれないですよね。これははっきりしてるんですよ。それ以外にですね、それ以外にやっぱりスティーブン・ジョブズじゃないんですけどね、やっぱりそれ以外のいろんな関係する分野、まああえて言えばリベラルアーツみたいなものを勉強したしないとですね、自分がイノベーションを起こそうとしている、そういうこともなかなかイノベーションというのは起こりませんよと、まあいうことですね。で本来ならば大学の教育の中にもっともっとリベラルアーツの教育を真剣にですね、この新生大学、専門の先生、新生大学においてかけなくなってしまったこのリベラルアーツ教育をもう一度きちんとやっていただきたいんですがね、というのはそれなかなかやっていただけないので、私社長の時にリベラルアーツ教育っていうのを企業の中で始めたんですがね、もちろんそれやったかもと言って翌日から飛躍的にですね、判断力が良くなったりするとかですね、そういうことはないわけですけども、まあ、あとの自己研鑽の、まあ、自己啓発ということも含めてですね、そういうことをやっている、まあ、そういうことがいつかこの役に立つ、人間のひらめきというのはやっぱりいろんなことを学習する中から出てくるんだということですね、まあ、そういう観点から言いますと、この2つ目の問いはですね、これは可能ではないかと思います。ただ現時点は大学に戻って、ドクターを取ろうという人たちはほとんど私費で行っています。はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。今おっしゃったことすごく肝心で、私自身スタンフォードにちょっと1年いたんですけども、なんかワクワクするんですね、エキサイティングなんですね。で別に自分のその私経済で経済になっても歩くだけでなんか面白そうな人がいるし、またすぐに議論を持ってくれて、別に直結しなくてもなんかインスパイアの人が山ほどいてっていう環境があって、さて日本、別にそれをデュピケートする必要はないんですけれども、本来大学の場っていうのはインスパイアの場であることが前提だと思っていて、それが専門性を深めることによってその箱に入り込んじゃうので、なかなかその人と話す機会がなくなってるっていうのが、まあ、いろいろその研究の生産性を高めるためにはそれがいいのかもしれないんだけども、
対広げるという意味から、なんかこの間違う人を満たすという点からだと欠けている部分があって、それをどうやったら補うことができるか、一つの課題かと思っております。はい、ありがとうございます。はい、鈴木君が示してくるのかって黙ったんですね。この前ですね、ちょっと我々の人が安田先生出席でございます。なぜ PhD なのかという話なんですね。で、そのイノベーションということをテーマにして考えた場合に、やはりその PhD をしっかりしなきゃ、要するに無から有は生まれないと。ここのところで、今後どういうふうな大学改革をやっていくかというふうな方向に今東証高いでは少し議論が行きつつ あります。で、なんか今までこうポーンの中にあったやつが割とクリアになったかなという感じがしてるんですね。で、そこでこのさっき言われたリーディングプロジェクトのように、産業界がもっと早い時点からこのこういわゆる博士課程の教育に関わっていただくというのはやっぱり非常に意味があるんじゃないかな。で、最近一番、大学改革の議論も同時並行的にその他のいわゆる小委員会で今やってます。先ほど予算局長が言った高台接続の問題でやってますし、高等教育改革というのも並行して走らせているわけでありますが、党内ではその一番最近感じるのは、実は我々の学生時代というのは企業が大学に入ってくることを許さなかった時代なんです。正直言いまして私は某早稲田大学ですが、とにかく先輩が入ってきてですね、君たち社会に通用しないよって帰れ飛び出したんですね、有名な建築家を。そういう時代ですが、今やっぱりそういったことがいまだにですね、大学がないとは言えない。やっぱり大学の力を発揮してもらうためには、もっともっと日頃から産業界と のいわゆる交流といいますかね、いろんな意味での情報交換の交流、また例えば教育課程においてもいろんな企業のアイデアを教育課程の中で生かしていただくというふうなことをやる意味で、その安田先生を応援するわけじゃないですがね、早い段階から企業にいろいろとやっぱりその協力をしていただくというか、一緒にやっていただくことが私は非常に重要だと思いますね。はい、ありがとうございます。土屋さん、お待たせいたしました。そろそろ次のオープンに行きたいんですけど、ちょっと人材システムのところで、これまでのご議論を受けて、コメント。今ご指摘があったいろんな事柄についてはですね、文部科学省ともそのように認識をして、グローバル大学院についても先ほど安西先生からお話がありましたが、3月間の研究の中で学生を育てる、それから、特定の分野の研究だけやるのではなく、およそ博士課程を修了した者としてですね、必要な知識能力を身につけていくということでやっておるわけですが、もう一つは研究開発の観点から申し上げると、先ほど安西先生おっしゃられた学術研究と産業界との関係が非常に密になっているということですが、全くその通りで、研究開発以前は基礎研究があって、その次に開発とか応用研究があるというリニアモデルがあったんですが、現在も、特にイノベーションといわれる世界では、研究成果と社会実装ビジネスの世界の間で、なんていうか、フィードバックグループを利かして、現場で、こういう改良、あるいはこういう方向がいいんではないかということをすぐ基礎研究を戻すと、こういうフィードバックグループがこう、極めて重要になってきてますので、今おっしゃられたような人材要請でありますとか、課題の設定であるとか、博士課程の育成というのはですね、そういうその研究成果を社会へ出していく、新たな価値創造はどうあるべきかということをよく考えながら、さらにいい改善をしていきたいというふうに思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。実は私も先ほどのリーディング大学院のオールラウンド型という東大の GSDM の、担当教員をやっておりますし、関大でもですね、長域っていうのをやってるんですけど、本当に先ほど都会さん、西田さんからおっしゃったように、理系が8割いるんですけど、そこに政治哲学を出てるんですね。これは相当
もう異文化体験ですね。最初は頭を抱えて不平等も言ってたんですが、あるいは企業のもう現役の CEO の人とかですね、あるいはそのプロジェクトを抱えている人たちにも来ていただいて、宿題もそういう人たちにリアルなワールドの宿題を出してみると、これも最初はものすごくまあ、大変みたいなんですけど、まあ、ワンセメスター終わるとですね、すごい良かったっていう、まあ、こういう感じがあって、まあ、ぜひこうご期待なんですけど、ただ残念ながらそこへの希望者がですね、まあ、最初1年目っていうのは成り物入りですから、あれなんですけども、やっぱり本当にこの先大丈夫なんだろうか、まあ、これは大丈夫なんだろうかっていうのは2つ要因がありまして、1つは次元的な措置なんで、大丈夫なのか、まあ、これはまあ、私も今大事なことなんで文部科学省がちゃんと次のコミットメントをしてあげなきゃいけないということと、もう一つ大丈夫なのかっていうのはやっぱりここ出てですね、本当に大丈夫なのかっていう、まあ、そこのつなぎがですね、まあ、きちっと若い人たちにどれだけ見せてあげれるかということですが、先ほど西田さんからも相当心強い、ね、メッセージをいただきましたので、ぜひお伺いをしたいと思います。で、まあ、この話もっともっとやっていきたいんですけど、2つ目の話題のですね、オープンイノベーション、まあ、これ人材の話とも相当絡みますけども、先ほど奥田山さんの壁ってお話ありましたけど、本当に日本は人材のモビリティが、もう劇的に低くてですね、それからまあその資金的な話も結局一人ついてきますから、これもやっぱりそのベンチャーキャピタルはあるという話はありましたけど、しかしじゃあ産業界から大学に、ということも含めてですね、壁があると、まあ、このオープンイノベーション、これどういうふうに、でしかし一方でこれも先ほど富山さん の、 その4証言の分類がちょっと気になるんですけど、今までは割とまあベンチャー一生懸命応援していればなんとかなったみたいな話なんですけど、これからむしろ知識集約型かつ資本集約型になってきたときに、やっぱり大企業の資本力、知識力というのが重要だといったときに、まあ、単に今までのベンチャー振興 で、まあ、日本人はなんかこうベンチャー志向がないねという話で終わらせてしまうが、全く議論にならないので、そのあたりをですね、ぜひちょっと深めていったらと思いますが、これも先ほど、大神さんが、まあ、ご提案をされてたので、ちょっと大神さんから口火を切っていただいてですね、おそらく同じ文脈でようなご提案されたんだと思いますけど、そのイノベーションを起こすのは、まあ、人ですよね。産業を起こすのを、活動をするのをというときに、やはり現在の日本の状況を持っているどこにポテンシャルの高い人がどういうふうに配分されているのかという見たときに、明らかにその大きな資本がある企業との連携というもので、そこを活性化していくということが急務なわけで、でその効率をどう高めていくかという中で、大学をもっと活用できるように大学も変えるし、企業と連携してやっていこうと。でそれとパラレルに20年30年のスケールで考えたら、やはりベンチャーマインドを持った人たちを育っていく、要するにバリュークリエーションする人たちのポピュレーションを増やしていくというのが重要 で、その時に例えば理工系の技術だけではなくて、その人文社会とか、まあ、経済学とかも含めて、そういうところからの価値創造に参加するような人を育てるような活動をする、その両面が必要であると。でその前者については明らかに例えば産学連携、要するに、まあ、東大学になかなか大企業とかは厳しい評価をいただいているんですが、付き合いにくいところだと。でこれはですね、やっぱり大学という場をどういうふうに公的なものとして捉えるかというと、産業活動の、まあ、公益性というのが、やや建前が先行したところがあったと。でやっぱり10年くらい動かしましたから、どういうことをやらなきゃいけないかというのが見えていると。で我々は、例えば修士を卒業して3、4年、まあ、5年くらいしたら学生さん、元学生が共同研究のディスカッションしたいという来るわけですね。その時にどうもシャキッとしたテーマを持っている。でこれはやっぱり知財、教官にとっての扱いが難しすぎるところがあって、本当の意味でのその企業にとって真剣な研究の場を大学と一緒にやるということを阻害している部分がある。でそういうことについてはきっちり現在的に直していく。でそういう中で大学が企業から見た時にもうちょっと信頼されるように変えていくことは可能である。でそういうことでやはり人と資本のあるところと大学がきっちりオーバーラップするような体制に変えていくということが重要で、それはまあ今真っ先にはない。で長期的なベンチャーマインドで規制も極めて重要で、それはむしろ
その大きなリターンとかそういうもので焦るのではなくて、ポピュレーションをその広げていくということに重視するかというふうに言います。産業界からありますとね、この大学が行う基礎研究ですね、でこの基礎研究を大学がやって、まあ、それを基礎研究が終わればですね、いざ事業化だと、まあ、下谷で本土死んでしまうと、まず大学が基礎研究のテーマを決める前にですね、主要な大学との間と産業界との間で意見交換の場みたいなものが持てないのかと、そういうことをベースにして大学の大学が基礎研究というもののテーマをですね、決める。でしかも決めて実際に基礎研究を実施する段階になったらですね、あくまでも大学が主なんですが、基礎研究は重として産業界からも入らせていただくと、で一緒に共同でですね、基礎研究をやる。そうすると基礎研究があるテーマについてどれくらいの進捗状況でいってるかということも、企業にフィードバックが早めに聞くのでですね、ここに投資すべきかどうか、いつごろ投資するになるのかと、そういうようなことも非常に 早めに決めれるんですよね。これ終わってからシリアルにやってるとですね、やっぱり企業の手続きっていうのがあってですね、なかなかうまくいかない。そういうことができるようになる。しかも今度は実際に事業化をする段階になったら、大学にも立ち上げの段階でずっと入ってもらったらどうかと、そういうことを経験されて、また基礎研究、別の基礎研究をやるほうがですね、そのプロセスも含めて非常によく分かることができる、まあ、そういう意味でのその三角のですね、連携っていうのを行えればいいなと我々は思ってるんですけど、今おっしゃったようなイメージで、我々のイノベーション拠点のところでは、ラウンドテーブルディスカッションというのをやっていて、つまり大学と企業がこう時々会うというのではなくて、同じテーブルで常時ディスカッションするという中からこの問題を掘り下げなきゃいけない。でこれはなぜかというと、掘り下げることによってこれだけ技術ができるのか、使いたいと広がっていくというものを議論して、そのテーマを決める。ただその時に学技としてやっぱり学の力量が発揮できる部分というのをきちんとフォーカスしていくという作業は当然必要で、まあ、そうです。それ何でも何でもやるというこのリソースがないわけですから、まあ、そういうことで効果的にやるので、それをもう1年以上やってますけれど、ただ非常にこうサイクルとして回るのと、それから学問としても普通学の中だけでは探せなかったら面白いテーマっていうのが見つかるというチャンスにもなっているということで、ウィンウィンで共同ができるんじゃないかというふうに感触を持っています。それを他の大学の主要大学にですね、同じようにやっぱり適用して、テーマを決める前の事前のラウンドテーブルの原稿化の場を果たせていただければ、もう少し連携が最初から進むんじゃないかなという感じがします。どうぞ。今の議論すごく重要というか、それエクサイティングな話なんですね。今おっしゃっているのは、それぞれが一歩踏み出すことによって何か変わるっていうのを実践なさってらして、それは必ずしも政府が温度を取って取り上げてやる必要がなくても動くんです。でそれでやはり進めている段階で制度的なバリアがある、ルール的な問題がある、ディグレーの話が出て、その時にやはりルールとして直さなくちゃいけないものを直している、すごく健全だし、でしかもいろんな試みができると思うんです。でまたその大学の特性によって、企業の特性によってやり方が違うので、個別会が複数あって、それを集合地として日本の中に埋め込んでいく、まあ、その温度取りを政府がやってしまう、まあ、私何も したくないから言ってないんですけども、健全だなというふうに感激します。はい、どうぞ。今の脈絡でいうと、14、15年前にですね、東京大学に最初に TLO を作ったんですね。で、まあ、キャスティーなんですけど、でその時のもともと飯田疾平が今先端研究の玉井克也っていうのが知財の先生 で玉井君と僕って CEO だったんですけど、これと安根先生って法律系3人組で世界にこうなるから今でも作ろうぜって言い出して、まあ、話しました。
でただ当たり前なんですけど、こういう話っていうのは大体既存の制度とは絶対かみ合わない話があってですね、で当時とにかく国際大学の会社を持ってなかったんですから、しょうがないから個人で金出して会社を作ろうということになってですね、それであの時はでその途中で私産業成績を売っちゃったもんですから、そこから抜けちゃったもんですから、結局あの玉井先生と先生が個人で金出して会社を作って、で、まあ、ある種パブリック大学のための会社を作ったんです。それが今キャストの原型なんですが、要はあの時ちょっと大変だったやっぱりスピード感の問題っていうのがあって、今話しながらいろんなこう動きが敏感で動いたといろんな障害があるんですよね。そういう性的障害を見つかった時にどれだけスピーディーにそれを取り除けるかっていうのはもう一つの課題なような気がします。で多くの場合ですね、やってる人が相当執念深くないと障害になったところでやっぱり挫折するんですね。あの時は、まあ、私もそうですし、玉井さんも安西さんも相当執念深い人たちだったんで、要は個人でも会社作っちゃうことができましたけど、普通そこまではいかないで手前でこけるんですね。であれができちゃうと後から制度が変わって PLO の会社作るようになりましたけども、そこはやっぱりそのスピード感ですごく大事なような気がしますと。でそれからあともう一点、先ほど の東大と、まあ、東大でやられたような流れの話にちょっと戻りますけども、要はおそらく大きな流れでいっちゃうと、例えばスタンフォード大学っていうのはなんだかんだ言っても今シリコンバレーの中央研究所に事情になってます。でこれは自然性があって、二つは自然性があると思うんですけど、一つは言われているやっぱりオープンイノベーションモードイノベーションというのが変わってきているので、なかなかリニアに学術は大学で基礎研究は広がっている、まあ、それがあまり融合じゃなくなってきたというエコシステムの問題と、それからもう一つはですね、やっぱりやっぱ資本主義が成熟してくるとですね、企業サイドはあまり連動がなくなってくるものですから、要は学術に近いものをやりにくくなってくるという状況もあります。でそうするとやっぱり基本的には101001の世界が極めて確実に近いようになっているところでどうやるんですか分からない、時間しか非常に長いものってやっぱりパブリックなところでやっていかないと、まあ、その多分アメリカはある種大学とかダーバとかと民間企業が上手なやっぱり分担の学生だけ作れたんで、この 2,30 年すごく騒いだんだと思いますが、やっぱりそこはもう日本の企業と同じ状況に直面してますので、やっぱりその役割分担はやっぱりもう一度再定義する必要があって、その中でまさに基礎研究のちょうどブリッジのところですね、これを誰がどうでやるかってものすごくやっぱりおそらく死の谷ですね。でそういう意味で言うと、やっぱり大学、私はむしろ主役になるぐらいな感覚であっていいような気がするのと、その時にやっぱり戻っちゃいますけれども、やっぱり噛み締めを着てやってるようではやっぱりダメなんで、やっぱりその誰がどこの所属か分かんないぐらいな感じでラウンドテーブルが動いていくと、いやちなみにこの人は東証でしたねとちなみにこの人は東大、一応宝石東大でしたっていう感じの議論になっていくってことがすごく大事で、それがそのいわゆる大学レベルのハイレベルで、もう研究室のレベルでいろんなところでそういうごちゃごちゃの空間が東大内に存在していて、それで年がら年中いろんなことをこんなこと教えんじゃねえかってことをあちこちでやってるっていうふうになってくると、多分だん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 スタンフォード大学のあの感じに近づいてきてですね、なんかノーベル賞も出ちゃうし大産業も出ちゃうっていう、そういう感じになってるような気がするので、どこまでそういう空間を東京とか東大長いですね作れるかっていうのは次期総長のチャレンジかなというふうに思ってますけど、ね、今の噛み締め議論の中でですね、1点だけちょっと付け加えさせていただきたいんですけども、民間の技術系の人材の方が知財のことやトレードシークレットのことはあまりにも気にしすぎて物を言わないっていうのがですね、で我々はまあ法律屋ですからこのぐらいまでは大丈夫ですけど、ギリギリのラインが分かっているの でもっと言うとですね、もう IP が確立した話はいいんですけど、その手前のですね話をどこまで言っていいのかっていうのが、そうすると結局何も言っちゃいけないって言ってこう来て黙ってるって、その見るだけなものでですね、でまあそれこそ権上さんのとこみたいに、まあ、その師匠と弟子ででまあその同窓でみたいなことになると上下も脱げるんですけども、だからそれはオープンイノベーションじゃないんで、要するにこうまさにクローズイノベーションなので、この話をですね、まあもちろん法的に整理するっていうことと、だから例えば偉い人は OK なんですね、例えば技師長ぐらいになればですね、その辺のニュアンスっていうのは分かってる、まあ、幹事長ぐらいになるとここら辺は OK で、この辺はまあちょっと飲み会のぐらいだったら言ってもいいかとかいうだけど、若い真面目な一番脂の乗っている民間の技術者や開発者のところが相当下位になってしまわざるを得ないっていう、まあまあ、これは IP 業界行き過ぎてるっていうのも、まあ、全ては程度問題なんですけども、その辺をなんかこううまくすればもう少し
それはもう事前にやっぱり大学との間でね、知財に関してはどうしようかっていうことをある程度取り決めをするということですね。そして取り決めをした上で、その課長であるいはそれより下の人たちがですね、まあ、はこういう取り決めになってるからということをやっぱりはっきり教えるということですね。そうすれば多少はほぐれるかもしれません。全然相反するものではない
ですけど、やはり日本全国の多くの企業、いろいろな地域が大学と組んで活性化されていくためには、いろいろな人がその大学の活動を見ることができるようになっているんじゃないか。それに対してやはり産業界がそれをピックアップしたときに、大学側にとってもやはりまあ、ウィンウィンというでしょうか、そういう関係になるように、あるいは地域にとってもそうなるようにぜひ持っていっていただく。文科省のプロジェクトでもいろいろそういうのがおありになると思うんですけども、人材育成を申し上げたのは、博士課程の学生のいろいろな活動とかデータをですね、そういうところへ載せていっていただければ、いろんなところからその博士、どういう博士課程の学生がどういう活動をしているかということは分かるので、そういうことも一つ のアイデアかなというふうに思います。都会先生 の自民党の科学技術イノベーション戦略調査会で先般話をさせていただいて、特にやっぱり博士課程の問題はさっき言われましたように大事だということにはなっておりますので、よろしくお願い申し上げます。で、一つ その説明なんですが、公的なお金で作ったものは、まあ、その国の中では少なからず、まあ、公共財として使う、またその国ごとではなくて、やはり世界規模での、まあ、グローバル、まあ、レベルでの公共財であるという認識で、それは一つは世の中の事象ってすごいスピードで動いてるんですね。でそれに対して会を出すときには、自分一人だけでデータ作っていうのは不十分であって、共有しましょうというのがあります。それこそエボラの話もありますし、アルツハイマーの話もありますし、その中で、まあ、最終的にプライベートセクターが時とする分はあるけれども、その事前の手前のところで共有していくことによって、スピード感を持って、まあ、研究開発をして成果を出していくというのがあります。でそれと同時にですね、知財っていうのの重要さを集中認識した上で今言ってるんですけども、全てがオープンという話ではなくて、クリティカルなところはしっかり押さえて、それを抱え込むのではなくて、活用するという視点から使っていくというマネジメントですので、知財マネジメントは旧来よりかもっと複雑で、高度なノウハウを持ってないとできない状況になっています。でもそれが先ほどおっしゃったように、足かせになっては元も子もないということで、まあ、やはり社会に還元するという視点からの知財マネジメントを大学は特に気をつけてやるべきだと思っております。はい、ありがとうございました。まあ、オープンイノベーション、要するにどうやってつなぐかという話になると思うんですけども、ちょっと土屋さん、そして、今度は CSDI を代表して岡山さん、そして小川先生にちょっと伺いたいんですけども、やっぱり一つはですね、やっぱり冒頭西田さんにご提案されたクロスアポイントですね、これをしっかりできるとですね、ここ非常に強力なボンディングというかリエゾンになった、これをどうそのいろんな障害を乗り越えていくか。実は私は東大と慶応の2つのクロスアポイントで、総長と塾長は割と早く手を握っていただいたんですけど、事務長の折衝が3ヶ月かかったんですね。それは結局さっきの年金というか、要するに健康保険の問題ですね。で、まあ、私が被害者その実というか、まあ、モルモットになっているよということで、一応このフォーマットがありますから、民間企業と東京大学これできると思うんですけども、まあ、それはともかくクロスアポイントをどうやってやっていくのか、あるいはその時のいろいろなですね、人件費の処理の問題、ね、要するにその半分しか経費として落とせないのか、それとももうちょっと落とせるのか、そうなればそれは企業にインセンティブが、まあ、出てくるわけでありますから、そういう問題と、それからもう一つ伺いたいのは、今日第一部でもですね、まあ、文学さんをはじめとして、このフランホッパーの話がいくつか出てきました。それで、先ほど都会先生からですね、特定研究開発法人で理研と産総研をするんだと、まあ、この国会にもこういう話でありました。でそうなった時に、そういうこの独法というかオーガナイゼーションインスティテュートが間に入ることでですね、もちろん先ほど小野上さんの話で、産業界と大学人が、テーマのところから一緒にディスカッションする、これまあインスピレーションを与える時点で非常にいいことなんですけど、やっぱり大学にはですね、自らの給料式を非常に重要視される方もまだ大勢いらっしゃいますので、まあ、そういう意味ではそのパターンももちろんどんどん進めなきゃいけませんけれども、逆に言うとこの利権とか産総研ということになれば、これは特定のミッションを持ってですね、その単なる給料式取り組みだけではないというか、むしろちゃんとミッションオリエンティーというのは、まあ、研究、まあ、そういう意味でも
ここが入ることによっていろんなものがつながっているのかなっていう、まあ、そういう非常にミクロな人の話と組織の話とこの両方で何かあの全然あのこれ まとめられないんですけども、そろそろ終わらなきゃいけないと、オープンイノベーションのところでコメントをちょっとじゃあ土屋さんからお願いします。今日ご議論があったオープンイノベーションは非常に重要なことだと思うんですが、特にですね、大学と企業との連携っていうのは極めて重要で、そのスタートポイントもそこができないと、まあ、意味が半減してしまうんだろうというふうに思います。ただ、今、福田さんがおっしゃったフランフォーパーのやり方だとですね、まあ、そういう場を設けて、企業と大学がその場に集まるということで意味があると思うんですが、やっぱり大学にですね、企業の問題意識をどう持ち込むかというところが非常に重要なので、文科省もこう言いながらまだできてませんが、ぜひダイレクトな企業と大学との間のオビクティを高めると。ということが諸外国でできているわけですから、日本でできないわけはないという思いでですね、取り組んでまいりたいというふうに思います。手短に、何しろトライアルしなくちゃいけないということなんですね。これまで世界で見ていても、これがっていうモデルがあるわけではなくて、旬な時があれば、また環境が変わるとそれが旬でなくなってしまうんです。ですから、まあ、他の事例かインスパイス、すごく重要なんですけども、やっぱり自分の場で、今何がクリティカルな問題で、それに対するカードは何かというのは、自ら探さなくちゃいけないと、自己責任を、まあ、考えなくてはいけないと。で、今、いろんな仕掛けが議論されています。やってみる価値があるのは十分なんですけども、やはりそれを分かった上で、それから問題も分かった上でやって、社会実験した上でもって、どこがおかしかったかっていうのを調整する機能を盛り込む必要があるのが一つですね。それから、やはりいつも言われるんですけども、議論、総論、賛成で、まあ、重要と認識しながら、実質、インプリメントする段階で、だいぶ中身が変わってしまう。で特に現場にいたときには、初めの議論と全く違うことが、やれと言われて、大学の中で困ることが山ほどあるのと、複数のが落ちてくるので、全部をしなくちゃいけないとなると、整合性が取れなくなってくる、その現場での混乱を避けることがマストだと思っています。それからいつも言うんですけども、制度って細部に、細部に悪魔が宿るんで、これまさにそうで、制度設計がすごくクリティカルで、やはりそこは注目しながら、完璧は無理ですけれども、調整できるようなものを作っていきたいと思っております。基本的にはこのオープンイノベーションということをキーワードに、いろんな政策をそちらに向けていくということを共有すべきなんでしょうね。でその時にやっぱり企業の果たす役割、大学の果たす役割、研究所の果たす役割、ここをきっちりとやっぱり議論しなきゃいけないと思います。すでにもう政策的に例えばスタートするのは去年の、まあ、まだ通ったか、衆議院が通ったか、政制の、ね、通りましたが、かなりオープンイノベーションに特化した研究開発税制になっています。でこういったことも一つですし、制度が邪魔になったときは、今ならば特区を使うという方法もあります。それからもう一点は、一番スピーディーに問題を解決するのは、私は政治に任せていただきたいと、あえて言わせていただきます。例えば、労働契約法問題がありました。これは実は山本先生が、議長の表彰を受けられたときに、どういうわけか、伊吹さんに陳情されて、やれと言って、すぐできたという、これはたまたまの例でありますがね、しかし研究開発する強化法なんていうのは、いわゆるある意味では政治のパワーを使ってですね、抵抗する霞が関の他の役所を、蹴散らしてですね、やったという、これはやっぱり、そういう時は昔はその一番最先端だった尾身先生も座っていらっしゃいますが、今このパワーが落ちたわけですが、我々ちゃんと引き継いでそれをやっていかなきゃいけないというふうに思いますから、先ほどありました例えば社会保障の面でこういう問題があるよというようなことがどん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 ね、本当に提供していただきたい、我々も気づかないことがいっぱいあると思いますので、そういう意味でお願いしたいと思います。はい、ありがとうございました。そろそろこのフォーラムを取れなきゃいけないんですけど、最後に皆様方から一言ずついただければと思います。どんなことでも結構ですが、今日
初めての試みということで、文部省が、まあ、こういう政策フォーラムをやらせていただきました。おそらくこれからどうするのか、まさにこの今日これだけの方々がこの壇上に一緒に上がっていただいて、まあ、塾議が、キックオフ議がということは良かったかなと思いますが、そういったことにも少しサジェションをいただければというふうに思います。それでは、どうぞ、今日どうしても行かせていただきたいと思っていることがあります皆さん聞かれるとくだらないと思われるかもしれませんが、科学技術リテラシーの問題なんですが、科学技術立国と目指すんだと言いながらですね、科学の非才もないと、ぜひ文科省が中心になって科学の非というのを設定していただけないと、休みにするかどうかはこれは見せていただけないでまず科学の日を続けると、ぜひお願いこれないですそれはおそらく都会先生から最後のちゃんとないですいや、いろんな日はあるんでしょ、発明の日わかりましたまた人間で作って運動体を作りましょう。私は今ヒアリングをいろいろ我々内国に向けてやらせていただいて、一つ非常に印象的だったのはですね、イノベーションというからにはこれまでのやり方を踏襲するなと言われた方がいらっしゃいます。あえて名前は申し上げませんが、大学の前総長というのが分かるかもしれませんがこれは非常に私はなんか目が覚めたような気がしましたね。同じような延長線上で物事を考えるんじゃなくて、第5期は大いにそのいわゆる基本計画そのもののあり方からフィジカルに考える必要があるだろうというふうに思っております。今日のこの議論もそんなことのスタートになれば幸いだというふうに思いますし、これからも我々本当にそういう意味では大きな役割を与えられているわけでありますから、しっかりと頑張って科学技術の発展のために取り組んでいきたいと思います。では安藤さん。イノベーションと人材育成の話が多かったので、最初に原山さんがおっしゃった文科学省ならではと言いましょうか、やはり人を育てる育むということと科学技術の先端的なところ両方を一つの省でやっておられるということを考えますと、この人材育成というのがこれからの日本の新しい時代に向けて、やはりこの高等学校大学の間をどうするのか、また大学入試をどうするのか、大学入試のところでただその知識だけを無理やり詰め込んでなんとかいい大学に入ったはいいけれども、後でどうしたらいいかなっていう、そういう人々じゃなくて、やはりイノベーターを育てていかなきゃいけない。それにやはり大学入試をどうするのか、そうすれば、また高等学校教育をどうするのか、そうなると中学、小学校こうなるわけでありますけれども、今この校内接続改革を12月の末に中教審の会長をやっておりました時に大臣の下村大臣に答申をさせていただいて、これはきちんといけばちょうど東京オリンピックの年にこの大学入試が変わるというスケジュールで進んでおります。それがやはりこの今日議論されたことにぜひつながってもらえないか、科学技術創造立国の一番基盤である人を育むというところがやはり接続していってほしいと思っておりますので、これは鈴木補佐官と一緒にやらせていただいていることでございますけれども、ぜひ今後ともご指導いただきますようよろしくお願い申し上げます。はい、ありがとうございます。それでは富山さん。今ちょっと連なるんですが、科学技術立国ってことを考えたときに、でも現実に産業を作るのは企業が主役になります。で、私オムロンという会社の役員をもう今年で8年やっておりまして、実は広島役会の中で一番私が古い、社外で一番古くなっちゃってるんですけど、今会長社長でで、もう10年近くそうやってそういった、ある意味でイノベーション志向のものづくりの会社であります。で、そういった会社の経営に関わっておりますと、
一方で感じますのは、こういうそのイノベーションドライブで企業を伸ばしていくという時代になりますと、これ不確実性の中で起業しているわけで、でそういうふうに簡単にその中でですね、じゃあ日本の会社そのものもやっぱりどんどん変わっていかないといけないというテーマがあります。 ですから今日前に、今日はちょっとこちらからいろいろ要求する感じで話をしていましたが、どちらかの鈴木さんがちらっと要は会社の人からちょっと耳だんご状態になっちゃった話がありましたけれども、逆にこれやっぱりこれはインタラクティブな話なので、ぜひぜひその大学研究機関あるいは文科省の側からですね、企業、日本の企業のありようについて、むしろいろんな注文をむしろ出してもらうようなこともあっていいような気がします。でちなみに今、オープンイノベーションだっつうんで、コーポレートベンチャー型のように作って、いろいろアメリカとかいろんなの出してですね、出して、オムロもやってます。ただ、向こう側から見た景色として、ちらほら聞くのは、これもちょっとストレートに申し上げますと、やっぱり日本の会社、めんどくさいって思われがち。さっき の何も言わない問題も含めて、めんどくさくて、なんか要はオープンじゃないよねっていうふうに思われがちで、そうすると逆に言うと、その投資をしたいと思っても、投資させてもらえないみたいなことが何しもあるんですね。ですので、そこはやっぱり日本の会社自身も、やっぱりオープンイノベーションモードに変わっていく上で、いろんなテーマがあると思いますね。むしろいい意味の開発を、こういったいろんな場所で働かせてくれるとですね、そのいろんな変革がむしろ加速すると思います。で、そういった意味で言うと、もっともっと私はポテンシャルを持っているというか、もっと発揮できるポジションを持っていると思うので、それを引き出すという意味でもむしろ逆向きのいろんな力も作用してもらえると嬉しいなと思います。はい、よろしいですか。もう科学の時オープンイノベーションにつきましてはね、これまでやっぱりなかなかオープンイノベーションに企業が踏み切れないといったような、そういう事情もいろいろあったんですけれどもね、このやっぱり21世紀になって、今日いろいろと皆さん方説明していただきましたけれども、やっぱり今後のイノベーションに対象になるようなものがですね、非常にやっぱりいろんな分野をにかかっている、そういう複雑系になってきていると。で、これをやるためにはもう一社だけではですねこれもどうしようもないと、それぐらいの広がりも深さもですね、持っているような、まあ、それは当然のことなわけですけども、21世紀になってから初めて出てきたような課題がいろいろあるわけですからですね、これはもう過去の経験が役立たないので、イノベーションを起こすことによってしかこの解決はできないわけですから、まあ、それは当然のことなんですけれども、まあ、そういう意味から言いますと、今やっぱり企業がやっとそれを認識してですね、将来のいろいろな社会的課題も含めたですね、諸課題をイノベーションの創出によって克服するためには、やっぱりオープンイノベーションをですね、相当のレベルでやっぱりやっていかないと、だからといってそれ以外のですね、クローズなイノベーションがなくなってしまうということでは絶対ありません。これはですね、ありませんが、オープンイノベーションに対する考え方は当然企業も変わってくると思います。ますますその重要性が認識され、かつまた実行される時代に入って、我々企業もやりますよということをお伝えしたい。それでは土田さん、ラストコメント。今日は大変ありがとうございました。今日のご議論を踏まえてですね、さらなる改革や政策のイノベーションを実現して、はい、いや本当にありがとうございました。大変これから議論をさせていただく上で、いろんな参考になると思います。また今日ご出席をいただきました皆さんにも、場合によっては我が調査会お招きをして議論を展開をしていただきたいと思います。いろいろなところの距離が縮まっていくということが必要だろうと思いますし、やはりイノベーションを起こすのは人だと。で、ちょっとこのパネルではあまり議論ができなかったと思いますけれども、やはり今研究者あるいは知のプロフェッショナルはやはり雇用という意味ではあまりにやっぱ厳しい状況になっていると。で、そういう意味でやっぱり若者がそういうものにこう良くなる若者が入っていきたいと思うような、やっぱり人事システム
技術研究員制度っていうのがまだちょっとあの固まっているのが見えませんけれども、今まで機関に張り付いていたコストをその人によって、つまりコストが人について動くというような、まあ、発想の転換をもたらすような可能性がある、まあ、議論なので、まあ、大いに期待しています。でやっぱり野心のある元気な若者が市のプロになりたいと思うような、まあ、社会をぜひ作っていきたいです。大学も、まあ、努力しなければいけないということを思います。はい、ありがとうございます。最後の一言、安西さんと西田さんにインスパイアされて、科学は楽しいとか自分のアイデアをなんか形のものにしたっていう体験なしにして、大学でもって科学、まあ、エンジニアリングに続く人はいないと思うんですが、その体験をいかにリッチなものにさせてあげるかっていうのが鍵だと思います。そこに単純にたまたま理科の先生がいたんじゃなくて、大学もコミットすることもあるし、企業だってコミットすることもある。フランスの事例なんですけど、ノーベル賞を取った方たちがそういう問題意識を持って小中学校の教員教育のためのカリキュラムを作った、実践しているというのです。ですので、まあ、いろんな側面から今のオープンイノベーション、もっと中身を濃いものにしていけると思っております。はい、皆さんありがとうございました。時間となりましたので、大変つたない進行でございましたが、まあ、これだけの方がですね、一堂に会して議論を始められたということの、一つの大きな課題となったかなと思います。ぜひ今日の議論をさらにいろいろなところで続けていただいて、そしてやっぱり現場に、そして、まあ、先ほど土屋さんもおっしゃってましたけど、文科省の政策プロセスをオープンイノベーションにしているということが本当に大事かなと思っております。今日は本当にですね、皆様お忙しいところをお集めいただきましてありがとうございます。また出張します。